ステンレス製の鳥居本殿は通常の神社建築。流れ作りを三つ連結している。飛行神社は京都府八幡市にある神社。飛行機の神にぎはやひいのちと航空事故の犠牲者などを祀る。ギリシャ風の拝殿を持っている。日本で最初に飛行原理を研究した二宮中八が創建した。二宮中八は1891年に 日本で初めて動力付き模型飛行実験に成功したものの人を乗せることができる飛行機をライト兄弟が実現したことを知り飛行機開発から離れるしかし飛行機発明以来航空事故が多発するようになったことに心を痛めた中八は自己犠牲者の異例が飛行機開発に携わったものとしての責任だと感じ取材を通じて 犠牲者の霊を祀る神社を1915年に創建した。安全祈願に訪れる航空、宇宙業界関係者が多い。この神社は特定の条件に合う死者を神社に合わせて祀るという召魂者の一種で安国神社と同様の信仰基盤を持つ。1936年、18の死により一時廃絶するも1955年に18の息子、 二宮健次郎によって再興される。1989年に中八の飛行原理発見100周年を記念して境内の拡張、改装を行う。廃電は古代ギリシャの神殿を模し、鳥居は航空機に使われることの多いジュラルミンで作られたとされることが多いが、実際はサビや腐食に強いステンレスで作られている。また、中八や航空機に関する資料。 奉納された航空機模型などを展示する飛行神社資料館も、新設した。境内にはこのほか、大阪湾から引き揚げられた霊式環状戦闘機のプロペラなどが展示されている。1992年5月9日二代目、宮司、二宮健次郎が高い。同年8月、宗教法人となり、三代目宮司に二宮雄司が就任する。にぎは,やひいのちは神話において、 天岩尾線に乗って地上に降臨したとされることから、空の神、飛行機の神として結びつけられ、飛行神社の祭神に選ばれた。大阪府田野市の岩船神社より誕生したものである。右の車殿には、航空業界に業績を残した者の霊と、世界中のすべての航空事故の犠牲者の霊を祀る。日本国内の航空事故犠牲者については、おもてな合志を行い、 国外の犠牲者については、無表なで合詞する。左の社殿には、薬業の祖神とする、武田長兵衛とコンピラ神と地主神である白竜神を祀っている。薬祖神は、二宮中八が製薬会社に勤めていたことによるもので、コンピラは中八が、サヌキの琴平宮を信仰していたことによる。白竜神は、境内に出現した白蛇を地主神として祀ったものである。 京阪電鉄の岩清水、八幡宮駅から徒歩4分18が最初に飛行原理を着想したとされる香川県万能町追上のもみの木峠には1991年に創設された二宮飛行神社がある。ありがとうございます。